飛部遺跡後、紫てくんの人生が180度変わった理由とは驚愕。紫てくんの前の事務所での苦悩が明らかに。昔からファンである私は、紫てくんが飛部に遺跡するというニュースを聞いたとき、心配でいっぱいでした。前の事務所を退所し、飛部に行くのかどうか、彼に会えるのかどうか、不安が募る日々でした。しかし、飛部に入ってからの紫てくんや、新くん、きくんの笑顔を見るたびに、 心から安心しました。彼らが楽しそうにわちゃわちゃしている姿を見るだけで、私も幸せな気持ちになります。紫テルくんが前の事務所を退所してくれて、本当に良かったですね。彼の夏休みがゆっくりできたことも、本当に良かったです。飛べに入ってから、紫テルくんが本当に楽しそうに輝いているのを見て、私は安心しました。飛べの活動を見ていると、特に感動的な瞬間があります。それは、 トウヒロウスでの最後の挨拶の時、紫てるくんが力強く、死ぬなよと言った瞬間です。彼がファンへの思いを思い切り伝えてくれたその瞬間、私は涙を流しました。彼の言葉は平野たんでなくても胸を打ちます。これからも彼ら3人がどこまでも羽ばたいていってくれることを心から応援します。 戸部に移籍する前の紫てるくんは、人間不信でどうにかなりそうだと本当に心配でした彼が前の事務所を退所する1ヶ月半の空白の期間、彼をもう一度見ることができないのではないかという不安に襲われましたしかし、彼がチャンネルに戻ってくることを信じて願っていました。今では、紫てるくんの夏休みと言えることが本当に幸せです。彼が戻ってきてくれなかったら、 それは本当の夏休みではなかったでしょうね。そして今、戸部でジンや KC と一緒にナンバー、愛として活躍している姿を見ると、本当に嬉しいです。彼の笑顔と元気が戻ってきたことに感謝します。翔くん、よかったね。そしてジュンと岸くんも、彼を信じて共に活動してくれてありがとう。紫テルくんが戸部に移籍してから、彼の笑顔がたくさん見られるようになりました。 彼が幸せそうなら、私たちも幸せを感じます。紫テルくんと影、タッキーと紫テルくんが良い雰囲気で会話している姿を想像するだけで、私は嬉しくなります。プロのアイドルとして、紫テルくん、しんくん、岸くんが素晴らしい仕事をしていましたが、7月7日の晴れやかな笑顔や、その後のドームでの岸くんとの笑顔、彼らの変化が本当に素晴らしいです。V い、飛べに来て良かったですね。 トべに移籍してから、紫テルくんやシン君、しんくん、きしくんの表情が、彼らの安心と信頼の場所であるトべのおかげで輝いているのを見ると、本当に嬉しく思います。ハワイでも顔はぼかしていましたが、社長も参加してはしゃいでいる姿を見ると、トべファンとして嬉しくなります。以前の紫テルくんはいつも目が泣きそうで、見ていてかわいそうでした。しかし、トべに移籍してから、彼の笑顔が断然増えているのがわかりますよね。 やりたいことができているんだなと、私は嬉しく思います。彼の対処前の肌荒れは、多分、ストレスのせいだったのかもしれませんね。飛べに移籍してからの夏休みで、ストレス発散や腰の治療に専念できたことが、彼にとっての神様からのプレゼントだったのかもしれませんね。飛べに合流した、時の紫テルくんと影の笑顔には、本当に感動しましたね。 本当にお待たせしました。笑い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 ,笑いとべに移籍してから、紫てるくんの笑顔がたくさん見られるようになり、彼が幸せそうにしているのを見るだけで、私たちも幸せを感じます。紫てるくんと影、タッキーと紫てるくんが良い雰囲気で会話している姿を想像するだけで、私は嬉しくなります。とべに移籍してから、紫てるくんが本当に変わったのは本当です。 前の事務所は多分ひどい環境だったでしょうね。あちらは昔からだからね、滝沢社長がタレントを守り、やりたいことをやらせながら応援する姿勢は本当に素晴らしいですね。やはり人間関係が一番大事ですよね。一般社会でもそうです。滝沢社長と紫てるくんが話している姿を見てみたいですね。紫てるくんが戸べに移籍する前後の動画を見比べると、その笑顔の違いに驚きます。 前の事務所では本当に辛そうでしたが、飛びに移籍してからの彼の笑顔は本当に輝いています。彼の失敗もしたいという願いは尊重しますが、あの辛い思いだけはしてほしくありません。心の安定は、表情や健康状態にも影響しますよね。幸せそうな彼を見るだけで、私は満足です。彼のショートの飛び方についてですが、スマホ限定なんですね。私は iPad を使っているので、 最初は画面が違っているので飛ぶことができませんでした。機械に疎いので焦りましたが、今はスマホで見ることができています。飛べに移籍してからの彼らの活動を見ていると、本当に楽しいですね。彼らの話はいつも面白くて、毎日見ています。これからも楽しみにしています。紫テルくんが飛べに移籍してから、彼の笑顔が断然増えているのがわかりますよね。 やりたいことができて、彼が幸せそうにしている姿を見るだけで、私はとても嬉しく思います。飛びに移籍してからの活動が楽しみで仕方ありません。彼らがどんどん成長していく姿を見守りたいですね。まさに面白いですね。岸くんバージョンも見てみたいです。どこで見ることができますか